C-101 アビオジェットスペイン空軍のパトルーラ、アギラが使用する E-25 ミルロカーサ C-101 アビオジェットは、スペイン空軍のジェット練習機である。C-101 アビオジェットは、カーサ社が付けた名称で、スペイン空軍では E-25 ミルロの正式名称を付与している。年月、スペイン空軍のジェット練習機として開発が始まり、 1976年にカーサ社が公式に開発契約を結んだ。契約に1978年末までに原型機4機の製造1500時間の飛行試験を完了することなどがあるため、カーサ社はドイツの MBB 社とアメリカのノースロップ社に機体の一部設計を委託した。座席は後席が一段高い縦列複座。 主翼はほぼ直線翼に近い低翼、ターボファンエンジン、胴体は両側面に空気取り入れ口、後部はエンジン髪型でブーム状になり垂直尾翼へと続いている。また、整備を簡単にするために機体各部はモジュラー構造になっている。原型機 g 十五は百七十七年六月十七日に初飛行し、百七十八年末には、 試作機4機がスペイン空軍に評価用に引き渡された。1980年3月17日より E25 ミルロの名称で量産型 C-101EB の引き渡しが開始された。C-101BB は輸出用で胴体下と主翼下に6カ所のハードポイントを持ち、エンジンをギャレット車製トフ731から3から 1J に換装している。 C-101BB は、チリ空軍が T-36 ハルコンの名称で採用し、チリのエナエル社においてライセンス生産された。C-101CC は C-101BB の発展型で、エンジンをギャレット社製、トフ731から5から 1J へ換装し、並走搭載量と燃料搭載量が増加している。 初号機が1983年11月16日に初飛行した。チリでは A-36 ハルコンの名称でライセンス生産された。C-101DD は C-101CC の能力向上型で、新型の電子機器類、ヘッドアップディスプレイ、アン、アルは -66 レーダー警戒装置、ビンテンチャフ、フレアディスペンサーを装備し、コックピットには、 ホータス概念を導入した。試作機は1985年5月25日に初飛行したが発注がなく量産されなかった。地理空軍はフランスのセイジェム社と A-36 の能力向上回収契約を交わし、HUD の装備、ホータス概念の導入、GPS、INS 併用工法、攻撃システムなどの回収を行った。 回収された12機は A-36 ハルコン2と名称された。2017年2月、スペイン政府は空軍の C-101 のスペアパッケージ契約を進め、有効期間をさらに4年間延長した。空軍のスポークスマンは、ジェーンの取材に対し8年前に初めて議題に上がった後継機について、現時点ではこれ以上の情報はないとした。 ありがとうございます。